これ何かわかるかなミニオンクとかプラモデル作った子はわかるかなと思うんんけど、これはいろんな種類のモーターを表してねな。で、モーターっていうのは分解すると中に磁石とコイルが入ってね磁石っていうのはそれあるだけで、磁界っていう磁力が働く空間があり、コイル。乾電池なんか使って電流流すと何になるかって言ったら、コイルと電流で電磁石っていう風に磁石の役割をするものになるわけよ。 で、この磁石とコイルを使うことによって何かを動かす。つまり回る力になんねんけど、実際はこの力を得るためには磁界と電流が必要にな。この動画では磁界と電流によってどういう風に回る力を得ているのかについて勉強していきましょう。磁石とコイルを使って回る力を得るためにこういう風な実験をしました。こういう風な回路を組んでんな。 電源装置に抵抗と電流計を作っといて、ここにコイルを準備しとくね。で、そのコイルを挟み込むように、このような U 字型の磁石を突っ込んでくねな。磁石を使って、このコイルに電流を流して、コイルがどういう風に動くのかを調べる実験をしました。まず最初に、この磁石の間に挟まれたコイルの部分にどういう風な電流が流れるのかについて見ていきましょう。 電源装置はここにあって、プラス極、マイナス極があるよ。で、電流ってどっちからどっちに流れるんだっ,たっけプラス極からマイナス極やったな。だから、プラスから流れていくよ。じゃあ次に、導線辿っていって、このコイルの部分、どういう風に流れるのかについて見ていきます。で、導線ずっと辿っていくと、こういう風に流れていくよ。こうやって流れていって、ここから下に降りてくるよ。 下に降りてきて、コイルぐる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 回って、最終的にもっかいマイナス極に入っていくと。で、ことはや、下からずっと降りてくるってことは、このコイルの部分、磁石に挟まれたコイルの部分には、奥から手前に向かって電流が流れてくることがわかると。そしたら次に、ここの部分を拡大してみると、このようになります。ちょうどこれがさっきのところを拡大した図だな。 磁石の間に導線が入っていて、磁石っていうのが下が N 極上が S 極になっていると。で、磁石による磁界っていうのがここに発生して、それは N から出て S に入るから、ちょうど下から上に磁石の磁界ができるんねな。で、これが、この部分を横から見た図で、磁石の磁界を書くとすると、N から出て S に入るから、ちょうどこういうふうに、N から出て S に入る磁界が導線の周りにできていると。ただ、 この導線自体にも電流が流れているから、この導線っていうのは電磁石になり、この導線の周りにも新たな電流による磁界が出てくると。それっていうのはちょうどこいつで考えることができて、これ何か覚えているかな右ネジの法則やったな。覚えてるかな今回は、導線っていうのが一本とみなすことができるから、親指の向きっていうのが電流の向きになると。ちょうどこの部分だと、 奥から手前に電流が流れてくると。それを横に向けたら、親指っていうのは右向くことになり、親指の向きがちょうど電流の向きになると。で、その場合、残りの指っていうのはどっちの方に握ることができるかって言ったら、奥から手前に握ることができると。そして、この向きこそが電流による磁界になるわけな。で、こいつを横から見た図に書き込むとどうなるかというと、 奥から手前に電流が流れてくるから、電流っていうのは奥からみんなの方に電流が流れてくるよ。その場合、次回っていうのは右ネジの法則で考えると、親指を自分の方に向けると、残りの指っていうのはどっち向きに握ることができるかというと、ちょうど半時計回りの向きに残りの指を握ることができ、この動線の周りには半時計回りの 電流による磁界が発生するってことが分かると。そうすると、この導線の周りに2種類の磁界ができるな。一つは磁石の磁界黒で示したもの。もう一つは電流による磁界赤で示したもの。そして、この導線の周りを確認すると、ちょうど、右の方っていうのは、黒も赤も下から上、下から上に磁界が発生しているから、 両方ともの磁界が強め合うと。一方で、銅線の左側っていうのは、黒は下から上、赤っていうのは上から下に磁界が発生しているから、これっていうのは逆向きになっていることにより次回同士が弱め合うと。そうすると何が起こるかと言ったら、この銅線っていうのが強い方が弱い方を押すことによって、銅線自体が力を受けると。 そしてその力の向きっていうのは強いやつが弱いやつを押すからこの場合左の向きに力を受けることになるんだなそうするとこの導線っていうのは左向きにピョンって動くことになるとこの図で言うと磁石の磁界っていうのが下から上電流が流れている導線があったとしたらこの導線っていうのはみんなの手前方向に力を受けることになるんだな これこそが磁石と電流を使ってモーターが動く仕組みになんねんけど、磁石の次回どっちかなって、電流の向きどっちかな、電流の乗り次回どっちかなって考えるの一時めんどくさいやんか。だから、左手を使って磁石に挟まれた導線がどっちに動くかを考えることができるものがあるな。それについて見ていきましょう。このように磁石の間に挟まれた導線が右に動くのか、左に動くのか、 どっちに動くのかっていうのは、左手を使ったフレーミング左手の法則で考えることができるな。左手を出して、親指、人差し指、中指を立てて、残り二つは閉じてほしいね。です、この親指、人差し指、中指、それぞれ何を表すかっていうのは、中指は電流の向きを表して、人差し指は磁界の向き、そして親指は力の向きを表せねんけど、この力の向きっていうのはちょうど動線が、 動く向きを表す。で、この覚え方は、長い指から電磁力で覚えてね。で、この長い指、三本の中で一番長いのは中指が電流の向きを表して、次に長いのが人差し指が磁界の向き、そして一番短いのが親指やから、親指っていうのが動く向き、力を表すと。さっきの場合、電流っていうのは、 奥から手前に電流は流れてくるから、左手を出したとき、この中指っていうのは、右の方向を向くし。磁石による磁界っていうのは、下が N 極、上が S 極から、下から上。つまり、上向きに磁界。だから、人差し指を上向けると。そうすると、親指っていうのが、この状態だと、左向くよね。左向くってことは、さっきのこの状態だと、中に入っている動線っていうのは、 左方向に動くってことを表してるな。このように磁石の間に挟まれた銅線の動き方っていうのは左手を使ったフレミング左手の法則で考えることができんねな。で、また、この力っていうのは磁界、そして電流の向きに対して両方ともに垂直に働くから、この3本の指っていうのはそれぞれ90度の関係になってます。最後に、 今日の例でも出した、こういった回路を組んだとき、このコイルが受ける力っていうのは、電流とか、時間に関係するよねって話をしました。じゃあ、こういう力をコントロールするには、電流か、時間を変えたらいいねんな。じゃあ、電流が受ける力を逆にしたかったらどうするかっていうと、電流の向きを逆にするか、時間の向きを逆にすればいいし。じゃあ、この力を、 より大きくしたかったらどうすればいいのかっていうのは電流の大きさを大きくするのか磁力の強い磁石にすればこの力を大きくすることができます。